アザラシだ。ワニは？危険な天候にご注意ください。三刀流王三千世界面白くなってきたわね。トレインタフルール勝負ガッツ任せて。はっ、私の出番、行くわよ。俺が相手。行くぞ、刀のためにしてやる。あんたたち任せて。天候の、よし、次はどいつだ。ゾロ、キャップ。あ、ワニ本当にいたのね。ゴムゴムのブレッド！準備 OK だ。一刀流シッソンソン。サンダーボルテント！トレインタフルール！フリップ！ゴムゴムのブレッド！俺の番だな！行くぞ！よし、行くか。一刀流シッソンソン。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルール、フリップ。ゴムゴムのブレッド。いかねえよ。切り替えがありそうだ。これは今行くわ。今がチャッカーだ。くらえ。もう一匹隠れてやがったのか。手間かけさせんじゃねえよ。よくも俺の子分をって。あいつすげえ怒ってるぞ。おいルフィ、先に言っとくけど、ここは洞窟の中なんだからやりすぎるなよ。よし、あいつ思いっきりぶっ飛ばすか。話を聞け。俺がゴムゴムのブレッド。刀がうずく。行くぞ、一刀流シッソンソン。
準備はできてるぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。きっちり型をつけるとするか。トラッキー！サンダーボルテンポ！トレインタフルール、フリック！待ってろ！トラッキー！行くわよ、サイクロンテンポ！手ごわいわね。みんな、気をつけて。トレインタフルール、フリック！俺だって強くなったんだ。ドキン！きっちり型をつけるとするか。邪魔だ！まずいわね。こいつ、強いわ。行くわよ、サイクロンテンポ！これは一筋縄ではいかなそうね。よし、俺様に任せる。必殺火炎星！これで元気になるぞ。よし、行くか。トラッキー！必殺火炎星！行くわよ、サイクロンテンポ！これで元気になるぞ。私なのよ。どれどれ、いただき。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おい！キッ！あ、俺から行く！俺だって強く。君が刀のサビにしてやる。相手がつ、ど真ん中だ。私はもっと嘘をぶちかましたも、今やす力が戻ってきた。少しは強く、あたし、あれ、ゴムゴムのバズーカー。どわー、大変だ、天井が割れた。ありがとうな。感謝することはないわ。あなたは小さいから当たり前よ。なんだよ、俺は小さくなんかねえぞ。砂漠を抜ける手立てがなくなっちまったな。
困ったわね。こうなるとリューサを超える方法を考えないと。崩れてきた岩なんとかなんねえのか。早くここを出ましょう。崩落が起きるとみんな生き埋めになってしまうわ。知らないんだから。おう、悪い。本当に悪いと思ってる？人がいるわ。俺がぶっ飛ばしてやる。三刀流王三千世界。とうとう俺を本気にさせやがったな。私の番のようね。トレインタフルール、フリッ！やってやろうじゃない。任せて。準備はできてるぞ。一丁やるか。いくぞ。その番。やるぞ。そこだ。修行に行くぞ。刀の鍵にしてる。何やろ。こんな可愛いだけ。俺大きくだってなれるんだからな。だから何？今のあなたは私より小さいわ。そうだけど。洞窟は通れなくなっちゃったし、どうしたものかしら。別の抜け道を探すか、リュウサを渡るしかないわね。もう一度さっきの正体の人たちに聞いてみる。おい、橋のところに何かいるぞ。ありゃトカゲの口から出てきたカニじゃねえか。コガニ。いや、そんな名前だったのかよ。見たまんまだな。あいつならもしかして抜け道も知ってるんじゃないかな。話を聞いてみよう。よし、リュウサのところに向かうぞ。待て待て、おめえが仕切るとたどり着かねえ。んだとこら、クソコック。喧嘩してないで、行くわよ。
オアシスから南東のリュウサの騎手に向かいましょう。リュウサを越えりゃ次はいよいよレインベースか。ええ、そしてカジノレインディナーズに行けばクロコダイルがいるはずよ。よし待ってろよワニ。バカ野郎、その前にビビちゃんの安全を確認するのが先だろ。さてと、行くか。こうしてリュウサを越えた一味はレインベースを目指す。一方その頃、レインディナーズでは、ずいぶん暴れてくれたもんだな王女様。さすが我が社の元フロンティアエージェントだ。観念しな。なんだあの鳥は。超カルガモ。ふぇぇ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 カル。出てこいワニ。あんたはまた。やめろアルフィー。
やめろアルフィビビはここにいるのねキラ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 でピカピカでここは何なの落ち着けリムなあカルーお前本当に大丈夫なのかくぅ一切戦える状況じゃないけど平気だだってよにご注意ください。肩慣らしといくか。一刀流、シッソンソン。まだだ。やるじゃねえか。くらえ。強烈なのをお見舞い任せてまだだまだだ準備 OK だなかなみんな話があるどうしたんだロビン私はここで別行動を取らせてもらうわなんでだよ本来の歴史ではこの時点で私と王女様は敵対関係でしょ顔を合わせるときっと話をややこしくするわそっか確かにすっげえ怒るかもなビビそれに少し調べておきたいことがあるの分かったでも必ず戻ってこいよもちろん約束進むわよいえ、なんかいるぞそれにしてもこいつら悪趣味な格好しやがってお前こそ人間のくせに変な眉毛しやがってこの野郎上等だクソパンダ刀がうずく三刀流王三千世界いい調子だビビッチは今行くからねレインディナーズの奥に乗り込んだルフィたちは捕らえられていたビビの救出に成功したしかしそこにはすでにクロコダイルの姿はなかったルフィさん皆さんもどこにいたのか心配してたのよおお
久しぶりだな、ビビ。え？久しぶり？なんでもないわ。でも、無事でよかった。ビビ、ワニのやつはどこだ？クロコダイルはアルバーナに向かったわ。バロックワークスは国王軍と反乱軍をアルバーナで激突させるつもりなの。なんてこった、こうなる前に終わらせるつもりだったのに。ええ、急いで反乱軍を説得しなければ。分かってる、行くぞビビ。ありがとうルフィさん、皆さん。ごめん。ごめんね、心配かけたわね、カルー。まずはここを出ねえとな。そうだな、入り口まで引き返すぞ。こわっ。え、ところでその女の子は誰かって。そういえば私も初めて見るけど。私はリム、でも気にしないで。え、私がアルバーナまで案内するわ。分かった、よし、みんな行こう。この坂を登った先に北欧軍の駐屯地があるわ。まずはそこまで行きましょう。おう。ビビ様、こんなところに。申し訳ございません、我らの力を及ばず。反乱軍の本体はアルバーナに。今市内は戦場となっています。私どもはここでさらなる反乱軍の合流をせき止めている状況です。ビビ様。ビビ、ビビ様、ご安心ください。我ら国王軍は命に代えても必ずやこの国を守ってみせますぞ。私たちが生まれ育った愛する祖国ですから。怪我をしていますね、すぐに治療をしないと。ビビ、俺に任せとけ。え、お願い。皆さん、取り乱してごめんなさい。どうしたんだ、ビビちゃん。亡くなっていた彼は、子供の頃、香西は私と一緒に遊んだこともある友達だった。え？ナミさん、私、ビビ、こんな犠牲が出ないように頑張ってきたはずなのに。この国に暮らす大切なみんなを守るため、大好きなこのアラバスタのため、反乱軍も国王軍も私にとってはどちらも大切な人たち。みんなこの国を愛しているのに、
クロコダイルに騙されてお互いに傷つけ合っている。行かないと、行って戦いを止めないと。私の命に変えてもみんなを必ず。ビビ、落ち着いて。まずは状況を確認しないと。ナミさん、でも早くしないと、みんなが。駐屯地は大丈夫だよな。そうだといいけど。おい、しっかりしろ。反乱軍の高速部隊よ。食い止めてやったぞ。 これ以上こいつらに国を荒らされてなるものか。俺たちが国を荒らしてるだと。コブラ王に従う連中が何を言う。やつこそがこの国をダメにした張本人だというのに。だが反乱軍の本体はもうアルバーナに突入した。俺たちを食い止めたところでこの戦いはもう。どうやら今回も一足遅かったみてえだな。どうして、ビビ、どうして彼らが傷つかなければいけないの。国王軍も反乱軍もどちらも国のことを大切に思っているというのに。行きましょう。ここで立ち止まっているわけにはいかないわ。いいもんがあるじゃねえか。おっとっと、おっとっと、おっとっと。どうするビビ、キャンプがあるけど休んでく。私なら大丈夫。みんなの体調はどう。はっ、よし、飯だ飯。肉食って戦いに備えるぞ。食べて力をつけるんだ。さてと、行くか。
ビビ様、ペル様の件はお聞き及びでしょうか。え、ペルがどうかしたの？実は独自の調査で事件に迫っておられたのです。船が乗り上げる事件の後、真っ先に現れ、偽の国王の正体を暴き、先導していた奴らを追い払われました。もっとも、ペル様も深手を負い、今は治療を受けておられます。ペル…ペル様が止めなければ、どれほどの死傷者が生まれたものか。以上の次第、差し出がましいようですが、ビビ様にもお知らせしておくべきかと思いました。ええ、ありがとう。よく知らせてくれました。待てよ、ビビ。何するつもりだ？もう放っておけないの。何としても反乱軍を止めるわ。もうバロックワークスの好きにはさせない。1分、いえ1秒だって無駄にできない。私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。甘いんじゃねえのか。七部会の海賊が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、今さらお前一人で止められると思ってるのか。それの何がいけないの？命を賭して人を守ろうとすることの何が悪いの？今さらお前なんかの命一個で賭け足りるもんか。じゃあ一体何を賭けたらいいのよ。俺たちの命くらい一緒に賭けてみろ。仲間だろうが。みんな、もう一度だ。何回でも何十回でもワニのやつをぶっ飛ばしてやる。また仲間のため、よほど大切にしているものなのね。私たちこれからあそこに行くの？そう、あれがアラバスタの首都アルバーナよ。どんなところなの？いい町よ。活気があってとても平和で。でも今はそんな町が戦場と化している。行くぞビビ、ワニのやつからお前の国を取り返すぞ。ええ。おい、あそこ見ろ。あ、海兵がたくさんいるぞ。あいつらなんだってあんなところに。さあ、わからないけど、アルバーナの周辺は海軍に封鎖されているみたいね。まずは通してもらえるように私が海軍を説得してみるわ。ビビのことなら海軍も知ってるだろうしな。そうしてくれ。ほら野郎ども、海軍のとこまでビビちゃんを護衛するぞ。おう、近くまでは俺たちも一緒に行くぞ。うん、みんなありがとう。軍が取り囲んでいるあの通りで、ひょっとして反乱軍のか？ええ、おそらく。それじゃあ海兵と話をつけてくるわ。おう、任せた。
お疲れ様です、海軍の皆さん。あなた、驚いたな、アラバスタのビビ王女じゃないか。王女様がなぜこのような場所に？アルバーナに急用があるのです。従者たちとこの検問を通って構いませんか？怪しいな。菜の花の偽国王の話を聞いてるだろう。なんだと？まさか王女も偽物？ここはご無礼と承知で、我々の尋問を受けていただけますかな？何ですか？やめてください。おいおい、何やら揉め始めたぞ。どうやら作戦は失敗みてえだな。ビビちゃんのピンチだ。ルフィ、すぐに助けるぞ。やるぞ。ゴムゴムのガソリンだ。刀がうずけ。三刀流王三千世界。これだ。え、あたし？みんなで力を合わせるんだ。行くぞ。アームポイント確定。ロゼオン。ここが正念場だ。何やる？俺が相手だ。体がまずい。まだ待て。誰か早く止血を。これで元気になるぞ。か体が行くぞ。行って。この悪いが加減するつもりはねえ。行くぞ。三刀流王三千世界。強烈なのを任せて。医者、医者を呼んでくれ。待ってろ。どけ。うわ。えちちち。くさ。金は。刀の髪にしてやる。技のキレが戻る。おい待てよ、ビビちゃんがいねえ。本当だ、どこに行ったんだ。あれ、海兵たちも消えちまったぞ。あいつらの腕にもバロックワークスのマークがあった。あの海兵はバロックワークスだったの？海軍に化けてビビが現れるのを待っていたのね。そのあたりはあいつらを締め上げて聞き出す方が早そうだ。おぞルフィ。みんなビビのところへ急ぐわよ。バロックワークスの連中、許さぬ。よいさーだ。
いつらわざわざ道を塞いでいきやがった。関係ねえ、全部ぶっ壊す。おっとっと、お前ら遅れるんじゃねえぞ。いつでもいいぞ。三刀流王三千世界。闇よりぶっ飛ばす。いくぞ、ゴムゴムのガッ。おい、あっさす。あんたたち、さっきの海兵でしょう。こいつらは麦わらの一味。こんなところまで追ってくるとは。見ろよ、あの紋章、バロックワークスのじゃねえか。どうやらバロックワークスに関係した砦なのは間違いないみたいね。そういうことならさっさと締め上げてビビちゃんの行方を聞き出そうぜ、ナミさん。刀がうずく。三刀流王三千世界。そら行くぞ。ゴムゴムのガトリング。覚悟しなさい。ザンダーボルテンポ。今がチャンスだ。よし、俺様に任せる。必殺カエル星。まだだ。行くぞ。くそ、肩慣らしといくか。サンダーボルトレンポ。くそ、やった。まずい。ここが勝利だ。邪魔だ。お前ほんと、あたしの予報一回分。このクソ。さすがは麦わらの一味だが、一足遅かったな。ビビ王女はすでに別動隊が連れ去った後だ。もう宮殿にいる社長のもとに着いた頃だろうぜ。無駄骨だったな。バロックワークスが社長って呼ぶならクロコダイルのことかな。そうだろうな。ビビを助けるためアルバーナに急がねえと。海軍の検問に切り込むか。少し骨は折れるがなかなか面白そうだ。よし行こう。海軍をぶっ飛ばして先に進むぞ。
またはしごだ。これどこにつながって。